試練という名のお手伝いというわけね。さあ、ここの試練は？お、来たよ来たよ。毎度、マオの試練の場、シェイドジャングルへようこそ。やっぱりあなたとポケモン、素材の良さが光ってる。よし、手伝って、じゃなくて、試練にチャレンジしてみましょう。だって、カプコケコに直接輝く石をもらったんでしょ？挑戦の資格ありあり。ジャングルの息遣い、そこから感じ取れる本日のおすすめは。そっか、なんかシェフかなんかって言ったっけ。ん？決めました。マオの特別料理、その名もマオスペシャル。今回あなたに集めてほしいのは4つ。孫の実、小さなキノコ、復活草、奇跡の種です。ほらほら、試練に挑むあなたに材料袋だよ。え、試練というより本当に、料理の材料が足りないから持ってきてっていうことよね。集めてもらった材料、あなたのバッグに入れると混ざっちゃうもんね。材料を探すなら見えないものを見つけてくれるムーランドと一緒がいいよ。牧場で行ったでしょ？ B ボタンでムーランドサーチ。繰り返すね。あなたに集めてほしいのは4つ。孫の実、小さなキノコ、復活草、奇跡の種です。それでは、シェードジャングル、魔王の試練始め。試練という名の、お手伝いというわけね。ハワは、ジャングルの中ってちょいと苦手なんだろう。魔王のスペシャルヒント、ムーランドはすごいの。材料探しのプロだよ。はあ、そうですか。あ、そうそう、乗らんといかんね。間違えた。これはどれぐらいの頻度でこれを使えばよろしい？ずっとこれで歩きよった方がいいんかな。なんかそれはそれですげえ遅いような気がするけど。お、マオのスペシャルヒント、木の実が好きなポケモンがいるの。だから料理に使わないとね。どういうこと？あ、なんか今青かったけど、近くに行ったら赤くなるんよね。今んとこさ、私は赤いびっくりマークを見たことがないんだけど。お、なんだガサガサ言ったよ。なんか飛び出してきた。木の実が好きなポケモンやねん。お、野生のカリキリが飛び出してきてね。なんかこいつ色違くない？ん、石やっけ。ん、一緒かな。ん、一緒かもしれない。一緒かもしれない。さあ行け。おしゃまりはね、ちゃんと言うこと聞いてくれるけん。よしよし。 Z パワーを体にまとった全力のスーパーアクアトルネード。カリキリってあんな色やったっけ？もっと白っぽかったような気がした。気のせいか。効果は今一つ。しかしご利用し。イエーイ、ありがとう。お、木の実が埋まっている。アイナは材料袋にマコの実を入れた。ムーランド関係なかったよね、今。マオです。孫の実発見おめでとう。何、普通についてきてんじゃん。孫の実は大きいほど曲がって、曲がるほどに甘くて美味しいの。残りの材料はあと3つ。もりもり集めてね。自分で集めれるんじゃね。お、あ、なになに、あった。アユナはスペシャルアップを見つけた。あ、なんかああいう風に吠えるんやね。すごい吠えるんやね。なんか普通に歩き寄っても見つけてくれればいいのにな。なるほど。初めて見つけたムーランドで。とりあえずこっちのエリアはもうないってことかな。じゃあちょっとこの辺をシャシャシャっと通って、びっくりマークが出たけど、とりあえず多分この辺にはない？こっちのエリアかな。あ、マオのスペシャルヒント。復活層は短いの。それに復活できるから料理に入れておかないとね。復活できるから。あ、見て見て。何気に草が避けられてる場所が、この辺すごいありそうやけどないんか。お、あ、この辺もなんか何もない。何もない。こっちの方、この辺とかなんかあるんやね。ん？ A ボタン。え、入っていけた。あ、なるほど、ここ。わだマシン86、草むすびを見つけた。へえ、こんなところがあるんや。よし、そしてまた、ムーランドサーチ。さあ、これで、
ないよこっちは。お、びっくりマークが出たよ。な、この辺とか。ないなお、なになに、今の。今なんか、これ?すごい傷薬を見つけた。な、この子本当に材料を見つけれる?普通の道具しか見つけてないんだけど。え、材料も見つけてくれるんだよね。違うの?材料探しのスペシャリストなんよね。スペシャリストって書いとったかどうか忘れたけど。なんかそういう感じの内容書いとったよね。お、マオのスペシャルヒント。ポケモンが地面に隠した種は味わい深くなるの。地面に種が。種なんやった?奇跡の種やったっけ?あ、この辺なんかあるんじゃない?見るからに怪しい感じやけど。違う?なんもない?ない。あ、この辺。プラスパワーを見つけた。なんか余計なものばっかり落ちとんやな。あれ?これは?これ、壊せんの?大きくて重たそうな岩だ。ポケモンのパワーなら押せるかも。あー、カエリキーとかゴーリキーとかその辺のやつがいるってことやね。あ、その辺のやつがおったらこれを押してそこに入れ込んで、入れ込んでなんかそこを渡っていけるんやない?もしや。あ、これあれや。ケンタロスがいる。ね。ケンタロスで壊していかなあかんやつやないんこれ。ちょ待って。これも壊せる?ほら壊せた。何もないけど。え、ここからの、なんか、こう、あー、何もない。はっ。この辺も別に何も落ちてないね。え、でもこういう岩がいっぱいあるけんさ。あ、ほら、種が埋まっている。奇跡の種だ。ほらほら、やっぱりこんだけいっぱい岩があったら下に何かあるはずないよね。マオです。いい奇跡の種だね。栄養たっぷり。まさにジャングルの奇跡。残りの材料はあと2つ。バシッと集めてね。オッケー。任しとけ。ムーランド全然関係なかったけど。まあここで、またムーランドに入れ替えとくか。なんかこの子は多分材料は集められないと思うんやけどね。しかもあんまり離れとったら、鼻も効かんみたいやし。大きな根っこを見つけた。結構近づかんと赤くならんやんか。あ、え?こっちに戻ってきた。マジか。マジか。この辺にもなんかありそうなんやけどね。もっと近づかんといかんってことや。あ、この辺。あ、キノコ、キノコ、キノコ。キノコが待っている。必要なのは?大きな、え?大きかったっけ?小さかったっけ?小さなキノコ。でした?大きなキノコが襲いかかってきた。襲いかかってきた?なになに、誰?なにこいつ。野生のマシェードが飛び出してきた。なんか可愛いんだかなんなんだかよくわからんポケモンだな。なんかね、パッと見可愛いんやけどさ、よくよく見たら不気味っていう感じやね。じゃあとりあえず、あ、そっか、試練中はポケモンゲットできんのやったっけ。一応、行け、カビゴン。なんか試練中は、ポケモン捕まえれんかった気がする。でもこの子試練終わっても出てくるんかな。カビゴン眠るなし。眠るなし。ちょっと待って。眠気を覚ますのはどれでしたっけ?あれ?説明とか何も書いてなかったこれって。あ、おさんと見えんのやね。あ、眠気覚まし。よし、これを。カビゴーン。覚めて覚めて。はい。繰り返す。繰り返す。もうこれは自然に起きるのを待とっと。ね。もったいない。もったいない、もったいない。カビゴン起きてー。うわぁ。すげえ不気味なんだけど。根を張る。あ、カビゴン結構すぐ起きるやないか。お、あともう一発かな。聞かないで。ああ、また。でもきっとまた、2ターン後ぐらいには起きとると思う。あ、回復するんや。
なるほどね。根を張って、土から養分を。カピゴン起きてね。次のターンには起きてくれるかな。うわ、もう回復しまくりやん、こいつ。まあ言ってそこまで吸い取られるわけではないけど。ほら、じわ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 と回復していくよ。あ、寝てる。寝てるわ、まだ。お、驚かす、あ、ゴーストタイプの技ってこと？効果がないみたいだ。さあ、カビゴン。よし、手加減。一応あれやね。ネオル間に出した指示ちゃんと聞いてくれるっていう。指示は聞こえてたのねっていう感じの。こいつはもう、ずーっと相手を眠らせていくつもりなんやね。攻撃は刺さんぞっていう。あ！なるほど。あれだ。ねえ、あれだよ。私ここまで一生懸命手加減でさ、やってきたのにさ、ボールのマークが出てない。ボールのマークが出てない。要は捕まえれないんだ、この子。なんですって？一生懸命手加減してたのに。カビゴン起きて、もうこいつに手加減無用やで。さあ、叩きのめせ。のしかかれ。起きて起きて起きて。多分他のポケモンを出したところで眠らされるんやろうな。ね。これってさ、大きなキノコの方選んどったらどうなっとったんやろ。どうもなってないかな。普通に襲いかかってきたってなっただけかな、やっぱり。はい、オッケー。はい、よく頑張ってくれたよ。眠りながらも。マオです。小さなキノコいいよね。一部のマニアの間で人気が高い秘密は、食べればわかるからね。残りの材料はあと一つ。ズバッと集めてね。あと一つは何やったっけなぁ。もうこのエリアにはないってことかな。じゃあちょっと別のとこ行こうか。別のとこってどこだ？あ、こっちの方行くとこあるんやない？もしや。もしやってここ来たとこか。なんか何気に、あ、そうそうそう、なんかなんとかそうっていう短い草って言ったよね。なんかこの辺、あっこなんか怪しくない？ここ。ほらほらほら。ディフェンダー、草関係ねえ。なるほど、関係なかった。こっちは行くとこある？あ、行き止まりか。じゃあ違うね。もうこの辺には何にもないんかな。あ、もうびっくりマークもなくなったわ。ってことはこっちの方はもう違う。ここのヒントは何やった？種のヒントか。短い草、短い草。あ、こっちの方来てないんやない？あ、来とるわ。思いっきり来とるわ。短めの草。ないなぁ。こっち多分帰る方向やったよね。一つのエリアに一つの材料って感じかなって気がするけん。あ、なんか今アイテム落ちなかった。気のせいかな。ちょっと待ってね。あ、ほらほら、落ちてる落ちてる。入れねえ。入れねえ。ほい。いい傷薬を見つけた。んで、この辺一応人の姿でもちゃんと調べとこ。ほい、ムーランドサーチ。このエリアはどう？ここが復活層。復活層だよね。この辺。どの辺だ？この辺？なんかありそうな感じなんやけどね。あ、なに？今なんか、万能粉を見つけた。なにそれ、ちょっと。いや、多分名前的にすごいいいものなんだろうけど。お。こういう草の中にあるってことか？怪しそうな草だ。引き抜きますか。ほい。これは復活草。じゃない。よく見たらただの雑草だ。なんですって。お？草むらからポケモンが飛びかかってきた。謎の草とかじゃない？違う？あら、カリキリ。
やっぱこの色か、普通に。さあ、それじゃあ、Z 技をお見舞いしてやれいに。炎タイプのポケモンがおったら炎タイプでやっつけるんやけどさ、今とりあえずおらんけん、Z 技なら、水だろうがなんだろうが、一発で仕留めれるでしょう。レベルの差もあるし。さあ、行け、スーパーアクアトルネード。どこにあるんやろ。でも、こういう草むらの中にあるかもしれんってことやね。オッケーオッケー。てか草むらは普通に歩く分にはポケモンは出てこないの？なんかこういう草むらの影からポケモンが飛び出したとかあるけど、普通に歩きよる分にはなくない？なんか。あ。てかさっきの、あの怪しげな草っていうのは、まあ、結局ただの雑草やったわけやん。ムーランドはただの雑草に反応したってこと？ダメじゃん、反応したら。なんで反応したの、むしろ。この辺は？この辺なんかめっちゃ、ねえ、低い。怪しそうな草だ。引き抜きますか。ほい。復活草だ。おー、やったね。アイナは材料袋に復活草を入れた。おうわ、草むらからポケモンがまた。仮切り替え？またしても仮切り替え？あ、ほら、来た来た。野生のガリキリが飛び出してきた。さあ、Z 技をお見舞いしてやれい。ほらほら。え、チャームボイスになった。ごめんね。もうさ、ほら、試練中は全然、ボールのボタンが出てないよ。え、効果抜群、マジで？何その技。もうほら、一回チャームボイスにしちゃったから、もうこれでやっつけてやれ。イエーイ、野生のカリキリは倒れた。さあ、誰かレベルアップしない？お、月光河がレベル44。どんどん言うことを聞かない子になっていく。マオです。いい復活そうだね。ポケモンも驚くほどの苦さが味に深みを出すの。驚くほどの苦さってやだな。おお、材料全部揃えたんだね。よし、調理を始めるからジャングルの入り口に来てね。オッケー。一緒に帰るわけじゃないのか。ジャングル入り口。どこやっけ入り口。ここか。あれ？あ、こっちか。この辺に確か、おったおった。お、アイナ。うん、材料は揃ったらね。あとは、待たせた。お、え、カキ。お、スイレン。マオさんお元気ですか？何、食事かい？スイレンちっちゃい、かわいい。太い骨と貴重な骨だ。お、え、あとの二人にも材料頼んでたの？どんだけ自分で動きたくないんだよ。いつものように美味しい水とゴツゴツメットお持ちしました。スイレン、カキ、ありがとう。これで全部揃ったわ。さあ、アイナさん。虫ポケモンを呼び出す料理を作りましょう。あ、そういうことなんや。では、集めてもらった材料のチェックね。孫の実、小さなキノコ、復活草、奇跡の種。うん、バッチリレシピ通り、マオスペシャルを作れるわ。さあ、料理で主ポケモンを呼び出すわよ。準備はいい？レッツクッキングロト。オッケー。はい、スイレン。ひっくり返してゴツゴツメットに美味しい水を注いでね。はい、お任せください。孫の実、小さなキノコ、復活草、そして、奇跡の種をぶっ込んで。カキ、太い骨と貴重な骨貸してね。うん。はい、アイナ。あなたは2本の骨に叩いて。お、A ボタンを押して材料を叩いてください。うわ、すげえ。手元も見せてくれない？砕いて。はぁ、あ。何、自分では料理しないんすか、マオさん。ドロドロにして。どういう料理なんだ、これは。あたりに独特な匂いが漂い始めた。絶対臭いやろ。ジャングルの奥から鋭い視線を感じる。え、怖い怖い怖い。なんか来たよ。主ポケモン、お、ん？カリキリの進化系ってこと？シャランシャランラ。シェードジャングル主ポケモンラランテス出現。多分カリキリの進化系よね、この子。思ったより可愛かった。思ったより可愛い主ポケモンが現れた。カマキリってことかな、これ。え、めっちゃ可愛いんだけど欲しい、この子。いっけー、おしゃまりー。さあ、行くぞ。身長高。身長っていうか。
さあおしゃまり。まだか。あの子は草タイプのポケモンなの？虫タイプじゃないの？何それ、パワフルパワー。え、怖っ。うわー、効果は抜群。あ、そっか、草タイプだ。え、どうしましょう。どうしましょう。月光が行くか。言うこと聞いてね、ちゃんと。言うこと聞いてね、ちゃんと。うわ、しかも仲間を呼ぶ。あ、てか月光がもう水タイプじゃね？あれ、ケララッパとか来たんだけど。え、そこ借り切りじゃないの？そこ借り切りじゃないんすか？おい、それじゃあ。お、ちゃんと言うこと聞いてくれるじゃないか。さあ、ラランテスに。スーパーアクアトルネード。いけ、月光が。全力のジェット技、スーパーアクアトルネード。一発でやっつけれるかな。これ絶対なんか、やっつけれんポケモンとかおらんそうな感じやけど。お、すげえ、ちゃんと耐えてるじゃないか。ここに来てのケララッパ。よし、これで。うん、あ、ツバメ返し。ツバメ返しなら結構、効果抜群じゃない？違う？あ、結構言うこと聞いてくれるやん、月光が。ほら、効果抜群。やったね。イエーイ。お、絆変化。絆変化っていうか、私ちょっと、相手ケララッパだからさ、ピカチュウ出そうかと思ったんだけど。お、カビゴンがレベル31に上がった。チュリネがレベル26に上がった。あ、ギガドレイン、いいね、いいね。忘れさせる。メガドレイン忘れさせたんでよくない？ね、これの進化系やもんね、技。1、2の、ポカン。チュリネはメガドレインの使い方をきれいに忘れた。そして、チュリネは新しくギガドレインを覚えた。イエーイ。さあ、来いよ、来いよ。ってことで、この子は、もう、あれだね。ピカチュウに入れ替えよう。さあ、月光が戻って。いっけー、ピカチュウ。あー、いいわ。他のポケモンもあんな風に鳴き声出よったんかな。なんかピカチュウだけやけに鳴き声が聞こえる気がするんやけど、気のせい。ほい、じゃ、電気ショック。頑張って、ピカチュウ。混乱に負けないで。よし。いいぞいいぞ、効果抜群だ。ただ一発ではやっつけれなかったみたい。あー、防御が。さあ、電気ショック、頑張って。よし、オッケー。混乱なんて何のその。オッケー、ピカチュウよくやった。はー、いいねいいね。主のラランテスとの勝負に勝った。ちょっとあゆな、強いじゃなくて強すぎるよ。素材の良さ引き出しすぎだよ。主ポケモンはあっさりおとなしくさせちゃうんだから。ああ、火山公園でも自慢の炎乳頭を打ち破られた。私が丹念に鍛えた弱足たちも倒されました。なんで弱足を丹念に鍛えようと思ったんだろう。じゃあ、アーカラの試練3つとも達成なんだね。その中でも大変な魔王の試練を見事にこなした。すごいあなたにこれを。お、なになに。ジェットクリスタル。あ、草タイプか、これ。草はどんなポーズですか？試練達成。草のジェット技のポーズも知りたい。アミナはマオからジェットクリスタルを受け取った。草の全力ポーズは、クーサーだからね。何よ、それ。クーサーなの、それが。マオの試練を達成したアミナに。シェードジャングルのポケモンたちを育ててほしいな。ほら、これあげるよ。ネストボール。これでポケモンが出てきて捕まえれるようになるってことね。あれ？ラランテス、料理を残してる？ほら、カキもスイレンも食べて食べて。人間も食べれるの、それ。それでは、ペロッと。食べれるんや。独特な匂いって言ったけん、ポケモン用の、なんかと思ったけど。貴重な骨のフレーバーが口の中広がって。ほっぺがとろけるだけでなく、舌がしびれしびれて。あ、う、
これは。水。うん？え？どうしたのみんな？ちょっと待ってよ。何？大シェルンだ、ライツさんのところに行くの？え、違うでしょ。え、そうなの？いや違う、水を求めに行ったんでしょ。お、なんだか甘い香りが漂っているぜ。マオのスペシャルメニューかな。マオの試練達成だろ。よし、僕からプレゼントだ。え、何？ククイ博士、ククイ博士も島巡りしてるの？それともついてきてるの？必ず攻撃が当たるスマートホーンの技らしいんだね。スマートホーン？スマートホーンとは？え、それはあれですか？スマホのことですか？いろんな発見体験が君の冒険を彩るからね。島巡りの一環として見てほしい施設があるんだ。空間研究所。スパークで行こうぜ。スパークで行こう。何？どういうこと？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。